カーリルは株式会社カーリルが運営する図書館の蔵書検索サービス。蔵書の貸し出し状況などを日本国内のいくつかの図書館を対象に横断検索できるのが特徴的である。2010年3月に公開された日本国内6000以上の図書館をカバーしており、その中からユーザーが選択した最大10件の自治体、大学の図書館から 蔵書の状況を検索可能である。アプリ開発などの支援を目的とし、図書館検索用の API である、図書館 API を公開しており、スマートフォンアプリやブラウザ拡張機能などが他の開発者によって公開されている。国立国会図書館をはじめ、公立図書館や大学図書館などと連携し、各種サービスを提供している。 カーリルはもともと、ノタインクと、吉本隆二の個人オフィスである有限会社 RY システムの共同開発であった。ノタインク代表の落成一周によれば、ノタインクの開発合宿中に、図書館サービスの作成が決まったという、構想期間も含めて2ヶ月という短期間で完成した。カーリルという名称は、カリルから作った造語である。 開発チームのメンバーは6人と少人数で、それぞれ居住している地域は分散しており、コミュニケーションにはスカイプなどが使用された。短期間で開発に至った理由として、使用を固めずプロトタイプを作成し、そのフィードバックをもとに修正というサイクルを短期間で行う手法を取ったこと、開発者のモチベーションが高かったことが挙げられている。検索エンジン開発者、吉本隆二は、 カーリルを制作するまでは、図書館の利用カードも持っていなかったという。しかし、サービスについて検討していくうちに、図書館の使いにくさ、検索の不便さを実感するに至り、カーリル制作への動機につながったと語る。2010年3月に公開され、2010年9月10日には、カーリルアカデミアと命名された、大学図書館対応プロジェクトを開始した。2012年6月4日に、 吉本隆二が代表取締役となり、株式会社カーリルを設立、カーリルのサービスは株式会社カーリルに移管された。2014年現在では、日本国内6000以上の図書館から、蔵書の状況を検索可能であり、そのうち大学図書館は1000館以上、専門図書館は200館以上となっている。カーリルは、本を発見し出会う楽しみを実現するための、 サービスとして設計され、楽しい蔵書検索と図書館利用のきっかけとなることを目標としている。図書館の蔵書検索と違い、漠然と何か面白い本はないか調べるような人でも本と出会えることを目指している。デザインは、あえて本のイメージから離れ、雲や山、街の風景などを配置し、地域感を出している。ポップな画面デザインが特徴であり、 寄付県図書館が開催した図書館活動研究大会では画面が魅力的、可愛さは大事だと思った、デザインが可愛くて良いなどの声が聞かれた。カーリルは楽しい図書館検索をキーワードにしており、検索に時間がかかる時も退屈させないような工夫をしたと落成は語っている。カーリルは Python で構築され、クラウドサーバーである。 Google App Engine と通常サーバーのハイブリッド方式で運用されている。クラウドサーバーは信頼性は高いが高コストであり、一部を通常サーバーで行うことにより、コストと信頼性を両立させている。蔵書情報の取得には、スクレーピングを使用し、検索用の API を持たない、図書館であっても検索結果の HTML を解析し、蔵書情報を取得している。 この HTML の解析が最も運営費がかかる部分であるという。図書館の新設、閉館などといったシステムの変更には外部検索エンジンでの検出とツイッターによる監視で対応を行っている。カーリルは他サービスの機能を取り入れており、Amazon や Google マップ、Wikipedia といったサービスを利用し検索結果に表示させている。サービスの開始当初は 書誌情報を取得するデータベースとして Amazon のみを使用しており、このため Amazon に存在しない書籍については図書館に蔵書が存在しても検索結果に表示されないという問題があった。これは後に死に ebooks、国立国会図書館サーチなども利用することでカバーしている。カーリルの検索は図書館からの応答に依存するため決して早いわけではない。 しかしアニメーション表示などで早く見える工夫をしており、さらに並列処理を行っているおかげで、逐字検索を行っていく、都道府県の横断検索システムよりは、実際に早く表示できるという、図書館へのアクセスは高頻度にならないようにしているが、2011年9月に、水田市立図書館のシステムが、アクセス困難など、不安定に陥った、大量アクセスのサイバー攻撃と誤解され、 一時的に図書館へのアクセスを遮断された。後にこれは図書館システムに不具合があったことが判明しており、大量アクセスも誤認であった。同じくシステムの不具合で起こった2010年の岡崎市立中央図書館事件では、カーリルはシステムの問題を発端とした逮捕に遺憾を表明している。サービスは無料で利用でき、アマゾンなどのアフィリエート広告と出版会社などへの データ解析サービスの提供を収益源としている。都道府県の枠組みを超えて横断検索を行うのは自治体の図書館では予算の関係で難しいとされるが、カーリルローカルでは検索対象の図書館を都道府県の枠組みを超えて自由に組み合わせカスタム検索として公開可能である。本のレシピでは紹介したい本のリストを公開することができ。 図書館によるレシピも公開されている。ISBN を利用した蔵書情報の問い合わせや位置情報をもとに最寄りの図書館を調べることが可能な専用の API、図書館 API を公開しており、これを利用した他の開発者による iPhone アプリや Android アプリ、ブラウザ拡張機能などが公開されている。例を挙げると Amazon のページから図書館の貸し出し予約が行える。 ライブ論や日本国内の書店、図書館の在庫、貸し出し状況を確認できるテイクストックが図書館 API を使用している。Wikipedia 日本語版においても図書館 API を利用して文献資料などを検索することができる。連携サービス2012年1月6日に正式サービス化された国立国会図書館サーチにおいて開発版の時点から連携を行っている。 また、スマートフォンを書夏にタッチすることで様々な情報が得られるカーリルタッチを、反応私立図書館、池田市立図書館、和光市図書館、安城市図書情報館、岐阜市立中央図書館、鹿島市立中央図書館などで提供している。大学図書館向けのカーリルタッチも2015年1月に本格稼働の予定である。2014年には、 名古屋大学附属図書館と連携し、スマートフォンアプリを用いて、館内の書家ナビゲーションサービスの実証実験を開始した。このようなサービスは、日本初で世界的にも新しいものである。公共図書館でもサバイシ図書館において、サバとマップとして提供されている。NTT ドコモが提供するアイコンシェルサービスにおいて、 本の貸し出しが可能になると通知するサービスを2012年3月22日より開始している。2016年には横断検索向け高速連携プロトコルユニトラッドファーストリンクを提唱し公共図書館や専門図書館の横断検索サービスで採用されている。図書館総合展2016におけるカーリルのブースカーリルは図書の横断検索サイトとして 日本国内では最大であり、既存のものと比べて画面も見やすく使いやすいと現代ビジネスでは評価されている。日本経済新聞の図書館で目当ての本を探し出すコツと題した記事内では主な検索サービスの例として挙げられている。また、カーリルを知ってから図書館利用が増えたという声がカーリルに多く寄せられているという。カーリルでは検索結果に アマゾンの Web API を利用して表紙画像を表示している。カーリルの登場当時、図書館のオンライン検索サービスでの画像表示は、技術的には難しくはなかったものの、公共図書館にとってはハードルが高いものと感じられており、実施している図書館は珍しかった。カーリルの登場後、アマゾンや Google の Web API を使って画像を表示する図書館が増えており、 カーリルがハードルを下げるきっかけになったという意見がある。カーリルはオープンデータの活用事例としてたびたび取り上げられている。公共機関が保有するデータは公開はされてきたが開放はされておらず自由に取り扱うことは難しかった。これを利用条件の緩和などによって公共財として開放していくオープンデータ政策が進められている。オープンデータの活用は新規 サービス、ビジネスの創出につながると見られており、もたらす経済効果は2012年の推定で市場規模が約1.2兆円、経済波及効果が約5.5兆円とされている。カーリル代表の吉本は地方自治体などが主催するオープンデータの活用テーマとしたセミナーで複数回講演などを行っている。トロンプロジェクトのトロン賞2014でも オープンデータ活用の講演を行っている。経済産業省が2014年3月6日に開催した第2回の IT 融合フォーラム公共データワーキンググループではオープンデータをビジネス化した成功事例としてカーリルを挙げている。ありがとうございます。